どうもこんにちは、ナッチでございます。明日からハガレンコラボがやってきます。すごい唐突なんですけど、一応2週間あるのかな、2週間開催されます。珍しいよね、水曜日スタートってね。で今回は、武器がね増えたんで、新キャラとかは増えてないんですけど、武器増えたんでね、そちら紹介していきたいと思います。まずこちらエロイの武器でございます。これがね L 字強化と雲耐性、この2つがつきます。まあ、攻撃強化もつきますけど、おまけみたいなもんですね。雲と L 字ということで、珍しい覚醒が2つつくということで、この前ね L 字は活躍ランダムでしましたけど、それが同時にできてしまうってことは、もしかすると今後使う可能性がねなくはないのかなって思います。あとはまあ単純に L 字持ってるキャラクターにつけたりとか、まあ、ロック解除として持ってくことはなかなかないと思うんで、お得感はちょっとあるよね、どっちかってよりかは。ただまあスキルが溜まってしまうと、ヒッパー以外はあまり強くはありませんので、スキルはあんまり上げない方がいいのかな。はい、続いてこちら、ブラッドレイの武器でございます。これ強い、どう見ても強い。延長に加えてなんと毒耐性3つきました。第3のレイヤー武器ですね。まあ、カーンの武器もね毒耐性3つあったんですけど、やっぱりねレイヤーが使い勝手が良すぎるね、毒と威嚇っていうね。ただまあこっちはこっちで固定ダメージとコンボ加算なんで、まあ溜まってもそんなに悪くはないのかなって思います。しかも予備もつくんで、レイヤーとかよりもちょっとお得感はあります。結構毒の武器持ってなくて困ってる方多いと思うんでね、ぜひぜひここで引いておければいいのかなと思います。続いてはこちらアルフォンスの武器でございます。こちらは暗闇耐性3つですね、プラスチーム回復強化がつきます。でスキルもね溜まっても全然問題ないです。半減プラス全属性変化なんで、どんなパーティーでもね腐りはしないのかなって思いますし、まあ、他で言うとナルガとかがありますけど、回復強化が大きい気はしますね、パーティーにもよりますけど。まあでもこっちはねアルフォンス自体も結構強いから、まあ必ずしも武器にした方がいいってわけではありませんけどね、かぶったりね余裕がある方は武器にしてもいいのかなって思います。さあラストがこちらです、江戸武器。なんかねツイッターでは賛否両論でしたね。弱くねって言ってる方もいれば、強い強いって言ってる方もいました。僕は強い強い派です。いや強いでしょこれは、どう見ても。まずねチーム HP 強化ね、これはもう贅沢ですよ。でさらに 80% 以上強化つくということで、エドのリーダースキルが 50% 以上で倍率が出ますので、まあ、そもそもエドに相性がいいと。まあ、別のとこで言うとヨグとかその辺とも相性がいいと思います。で光パーティーだったらこれスキルがまず強いんで、溜まっちゃってもね、そこもいいポイントですし、だから今まではどっちかだったものが、まあ、これは2個あったりしましたけど、両方もらえちゃうっていうね。しかも石10個じゃないんでね、なかなかいい性能してる武器かと思います。ただ、まあ、弱く感じるのはエドが強いんで、エド自身が武器にするのもったいないっていう、そのね見方、その見方からちょっと弱いっていうね、思っちゃう方もいるかと思いますが、武器としては全然強いと思いますね。なんで被った方はむしろこのエドにこれつけていくぐらいのスタイルでねやってってもいいんじゃないのかなって思います。はい、そんな感じでございました。武器の追加は4つだけですね。あとはですね、見れば分かる通り動いてますので、フルーツを使います。しんどいです、使っちゃいます。ただモンポで販売来るんでね、まあそれに合わせたのかもしれませんけど。ってことでガチャも明日から来るわけでございますけども、ガチャ回すとか、あとは交換考えてる方多いと思います。まあ、そこにハロウィンも含めるとして、ちょっとね交換とガチャは待った方がいいかなって思います。というのも木曜日に生放送があるんで、そこでもしかするとその交換してしまったキャラクターが強くなってしまったっていうねパターンもありえますし、あこれちょっとアンケートゴッドベースの方がいいなっていうねパターンもあるかと思いますので、まあ、生放送の情報を見てからでも全然遅くないと思いますので、まあ、後悔したくない方はね木曜日まで待ちましょうと僕はおすすめしておきます。はい、ということで今回はハガレンの武器紹介と、まあ、生放送があるから気をつけた方がいいんじゃないのっていう忠告的な動画でした。まあ、忠告はほぼ関係ないですね。ではさよなら。